はい、今日はお風呂の掃除に役立つ便利アイテムをご紹介します。お風呂の掃除で困っていることはありませんか？鏡に鱗状にびっしりついた水滴の跡ってなかなか取れませんよね。今日はその厄介な鱗状痕をがっつり落としていきたいと思います。ご紹介するのはお風呂の鏡をすっきりさせるアイテム、 BS スカットディスクお風呂の鏡用という商品になります。この商品はお手持ちのインパクトドライバーやドリルの先端に取り付けて使用するアイテムとなっています。セット内容をご紹介したいと思います。こちらが専用パッドですね。直径が 75mm のもの、これが2枚付属しています。あと取り付け用の専用の六角軸ですね、こちらも1本付いております。お手持ちの DIY 用のドリルやドライバーには問題なくこれで取り付けることができると思います。あとパッドを取り付ける際に使用するホルダーパッドですね、これも一つ、付いております。ご用意いただくものはスカットディスクの他に、お手持ちのインパクトドライバー、あと薬剤の代わりに市販の歯磨き粉を使用しますので、ご準備ください。なお歯磨き粉は液体系は不可ということになっています。ではセッティングです。ホルダーパッドに、専用の六角軸をつけていきます。回すだけですね。で、パッドを先端の方につけていきます。これもはめ込んでスッと回していく感じですね。これで、パッドの取り付けは完了です。で、ドリルの先端ですね、こちらの方に、つけて、締め込んでいただくという形になります。はい、これで、セット完了です。では準備ができましたので早速バスルームへ行ってみましょう。はい、これが今の鏡の状態です。びっしりと鱗状痕がついた状態です。これがどこまで落ちるかやってみましょう。とっても楽しみですね。はい、パッドの方に歯磨き粉をつけてみました。1センチぐらいですかね。ではこの状態で試していきたいと思います。はい、では実際に試していきたいと思います。少々うるさいですけど勘弁ください。はい、作業が終わりましたので作業前と後を比較したいと思います。ここが作業していない部分になります。こういった形で鱗状痕がしっかりついています。で、今磨いたところですね。ちょっと下がっていきますけどこの辺りです。どうでしょう、すっきりしてますよね。パッドの特徴としては作業時に当たりが柔らかいのでスムーズな研磨作業ができるということです。注意事項としてはお風呂の鏡以外では使わない、特殊なコーティングをされた鏡には使わない、あと回転は正転方向ですね、これで使ってくださいということです。あとつけた歯磨き粉が若干飛び散るみたいです。はい、実際に試してみましたがいかがだったでしょうか。やりながら分かったことですけど鏡の面がだんだん乾いてきますのでその時は水とですね歯磨き粉を追加してまたやっていただくということでよろしいかと思います。お手持ちの電動ドライバーやドリルがあればですね簡単に取り付けてお風呂の鏡をすっきりさせることができるアイテムのご紹介でした。